声で書く日記155個目になります。今日は6月7日現在朝9時55分。今日の声で書く日記のタイトルはラジオトークと RSS と喋2三原則と勇敢の星とアマチョっぽいマネジメントとポーランド戦と南海妖怪の話っていう、例によってわけのわからないタイトルで申し訳ないですけれども、それでタラタラと10分ぐらい喋っていこうと思います。今日の札幌ですけども、昨日、ここ2日3日、ちょっと天気が雨模様だったんですけども、そんなには降らなかったんですけど、結構冷たいしとしと雨が降りまして、また本州の梅雨とは違った何でしょうね。やっぱり春先の雨って感じですね。初夏の雨でもないですね。結構寒い冷たい日が続きました。で、今日は20度。明日は26度とかいう予報が出てますかね。28度ぐらいまで行くのかな。で、また月曜日、日曜日から下がるみたいな。そんな予報が出てますが、それはさておき、初夏を迎えた北海道札幌です。とてもいい季節ですね。本州は梅雨に入ったんでしょうかね。そろそろね。さて、どっから行こうかな。南海妖怪から行くかね。南海妖怪一番後ろですけど、南海妖怪は、今日、東一郎くん朝の散歩行ったんですが、多分、うんちをしに河川敷の方に向かったんだと思うんですが、途中で戻っちゃいました。なんか、東一郎くんには妖怪に見えたんでしょうね。ちょっと、まあ、お年寄り二人ぐらいと、それから、あとは、なんでしょう、スキンヘッドのランナーが歩道を走ってきたりとか、いろいろあったんですよね。で、多分、東一郎くんにはなんか妖怪のように見えちゃったんでしょうね。逃げ始めまして、家に戻ってきちゃいました。せっかく河川敷に元気よく向かってたのに、なんか妖怪っていう感じで戻ってきちゃいました。はい。それだけです。ポーランド戦。今日の夜、日本バレー、男子バレーですね。ネーションズリーグ。今、日本バレー、昨日、一昨日、ドイツに勝ちまして。まあ、ドイツはね、ランキングは日本より下なんですが、日本今ランキング4位なんですけどね。負けたらランキング5位に下がるというところだったんですが、結構危なかったんですね。2セット取られて、1セット2セットで日本がちょっと劣勢になって、で4セット目も危なかったんですが、まあ取り返して5セット目行きましたね。5セット目強かったですね。やっぱり最後の土壇場のあの強さは本物ですね。ちょっとね、ここぞっていう時に点が取れるということなので、今日のポーランド戦、ポーランドはなんと世界ランク1位ですのでね、どこまでいけるか頑張ってほしいですね。今日の夜7時から楽しみですね。男子バレーとても楽しみです。それから、後ろから行きましょう。アマチョっぽいマネジメント、これはアマチョの話をちょっとここ 2,3 日してきて、まあプロジェクト X を見たこともあって、アマチョですね、沖にある島根県の沖の島にある小さな町ですけど、その海士町の町づくりの例っていうのはすごく、もう本当にこれから人口が減っていくコミュニティにとってはとても参考になるというか、まあ私からすればもうそれしかないと、生き残り策っていうか復活劇はそれしかないと思ってるようなモデルなんですが、典型的なモデルなんですが、ただそこまでいけないわけですよね。それをやる人間がいないわけですね。で、念頭にあるのは、私立大学なんですけれども。で、甘っちょろいマネジメントっていう言い方をね、したら、リスの AI の文字起こしが、カタカナで、甘ちょろいって書いたんですね。で、それから、甘ちょが、カタカナで甘ちょーって伸ばして書いてあって、これ面白いなと、あ、被ってるなと、甘ちょろいと甘ちょーっていうのね。で、甘ちょろいマネジメントじゃダメで、甘ちょーっぽいマネジメントをしなきゃダメだってことで、この甘ちょっぽいマネジメントってのをちょっと流行らせようかなと。ダメな私立大学に対してね、甘ちょーっぽいマネジメントしなきゃダメなんだよっていうのはちょっと使えるなと思って。
って、アマチョロイじゃなくてアマチョっぽいマネジメント。どうでもいい話でしたね。すいません。それから勇敢の星。これはなんと、ね、アマチョ大好きで、アマチョにも絡んでいただいた、ボーリッスン、声日記界隈の、ね、声日記界の新たな星という、まあ一番年長な星ですかね。私を除くとね、のような気がしますが、その、ラテン大阪の方が、なんと勇敢ことの葉に星をつけてくれました。ああ、ちょっと息が荒くなっちゃった。アマチュアネタだったってことなんだと思いますが、勇敢ことの葉に初めて星がついたんじゃないかなと思うんですよね。多分ね、勇敢ことの葉ね。勇敢ことの葉は、欠かさずチェックしてくださる方がどうもいるらしくって、よく読まれていますに、ちゃんとこう。ね、最初はそうでもなかったんですが、最近はちゃんと日付通りに上がってくるようになりまして、1日2日でね、上がってくるようになってありがたいなと思ってるんですけど、出してる甲斐があるなと。毎日5時半に夕方、欠かさず遅配欠配なく1月2日から出し続けて、これで、2、3、4、5、6、5ヶ月、ね、皆勤賞ということですが、その勇敢ことの葉に、なんと星をつけてくれた。まさにこう、勇敢の星ということで、ありがとうございました。これからも勇敢ことの葉、よろしくお願いします。そんな感じですね。それから喋つ三原則。これは喋れるだけ喋るっていう新番組をラジオトークから配信し始めまして、一週間ちょっと前ですね。5月の27日かな、最初の配信が多分。それから2日に1回、声で書く日記がない日になぜか配信してきた。これはもう午後3時に定期配信で決めちゃったんですけど、その喋れるだけ喋るっていう番組を喋ってるうちに喋れるだけ喋る三原則っていうのができちゃったんですね。昨日の朝か一昨日の朝つい思いついちゃったと。話を作らず名残を残さず墓場に持ち込まずとね。喋れるだけ喋る三原則。これもちょっと結構よくできたなと思って。要するに話を無理に作らない。ね。無理に作ってませんか？大丈夫ですか？話を作らず。まあこれ嘘つかないのは当然として、話を無理に作らない。話を作らず。それから名残を残さず。で、この名残っていうのは、名前を残すんじゃなくて、余波、ね、余った波って書くと名残。名残で変換してみてください。余波って出てきます。余った波。もともと波の残りという意味なんですね。名残っていうのはね。それが語源なんですが、名残を残さず。つまり、この世に波紋を、いろいろね、波風立てて生きてきたわけなんですが、まあ今60歳なんですけど、私、70までには、こう、ね、波紋、70過ぎたらだな。まあそれまで生きてればですけど、70過ぎたら波紋を消す方にこう、シフトしようかなと。名残を残さず。で、で、そのためにも今喋れるだけ喋っておこうということですね。波風立てるなら今のうちと60代までと70になったらもう名残を残さずで生きようかななんてね。それで話を作らず名残を残さず墓場に持ち込まずということですね。無駄に墓場に持ち込むとやっぱりこうね、臨終間際の撹乱とかした時にそういうのが全部一気に出そうな気がするんで、そうじゃなくても吐き出すものを吐き出して、ね、決して墓場に持ち込まない。そしてこの世には69までに必要な波はまあそれだけにして、その後は名残を消していくというね。まあそんな話ですね。まあどうでもいい話ですね。喋れるだけ喋る三原則。話を作らず名残を残さず墓場に持ち込まず、なかなかよくできたと思って喜んでるんですけどね。はい、失礼しました。で、それが喋つ三原則ですね。喋れるだけ喋るっていうことでかける2です。それから、関連してラジオトークと RSS ということで、ラジオトークは今お話した通り、声で書く日記ではだいぶその話してきましたけれども、昨日はその初めもでね、ラジオトークを始めたわけ、新プロジェクト Z と呼んでますけども、私の新プロジェクト Z として、5月27日から始まった2日に1回午後3時配信の喋れるだけ喋る、
なんだっけ、番組名が、川岸トワイライト六文銭トーク、ね。正式名称、川岸トワイライト六文銭ラジオトークですけれども、そう、ラジオトーク配信を始めたよっていうことと、それを一応6本ほどエピソード重ねた上で、昨日ですね、昨日 RSS 配信をもうあっちこっち飛ばしましたね。Spotify は自動で連携してくれるんですが、Amazon 飛ばして、Apple 飛ばして、YouTube 飛ばして、で、Listen 飛ばして、そんだけですか？はい。なんか賑やかになってきましたね。はい、そうですね。そういう形で飛ばしたよという形で、まあその配信の仕方も少し、考えたんですけど、リスンはもうフォロワー限定にして、音声はもうどこでも聞けるんで、ポッドキャストのプラットフォームだよね。で、これは単なるラジオトークの中で、独立型の配信の中で配信するつもりはなくて、いわゆるポッドキャスト展開としてね、配信したいということですね。ちょっと、音声配信の世界にある、特に独立型音声配信の壁を崩したいという、思いもちょっと持ってたりするんですけどね。まあどうなることやら、わかりません。ということで、RSS 飛ばしまくったという話ですね。で、合わせてちょっと、これまで RSS 飛ばしてなかった他の番組も、ちょっと、新しい番組あったんですけど、それももうついでに飛ばしちゃえと言って、ね。まあ、墓場に持ち込まず、ね、名残を残さず、ということなので、もう、全部、なんだ。全部、広げちゃえということです。ということで、これで書く日記、これぐらいにして、今から、週刊、ポッドキャスティング、やりたいと思います。ただいま、午前10時7分ですね。まあ、朝のお散歩がちょっと早く終わったんでね、ちょっと午前中時間ができましたので、これから、ちょっと、週刊ポッドキャスティングをやっちゃって、まあ、その後少し、余力で何か、ちょっと政治ネタも、あるんだよね。まあ、いいや。だらだら喋るのやめましょう。12分も過ぎてしまいました。声で書く日記でした。ではまた。